ソフトバンクの和田剛投手が15日、長崎市内で自主トレを公開した。人的保障に関する一部報道について、いろいろな報道というか記事とか出ているみたいですけど、自分としてはこの件には触れたくない思いと、考えたくないというのが自分の思いです、と言及した。動画、椅子を蹴飛ばし広報もあたふた、球団事務所でブチ切れ昨年12月。 チームは西部から国内 FA 権を行使した山川穂高内野手を獲得した。山川は A ランクと見られ、人的保障が発生。山川の獲得発表から23日が経った1月11日、一部報道では和田の名前も挙がっていたが、海野博士投手の遺跡で決着した。和田の自主トレには報道陣60人、テレビカメラ10台が集結。 本来ていただいているファンの方からのメッセージもいただいているので、自分ができるのはチームのために一生懸命投げることだけです。その準備をしっかりとするだけだなと、そういう気持ちです、と話した。